皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は声優の豊滝亜希さんが10月26日豊滝亜希のおかえりラジオで一般男性とご結婚なされたことを報告されたことを報告します。豊滝亜希さんは1986年10月28日生まれ、ミュージックレイン所属。2005年から2006年にかけて行われたミュージックレインスーパー声優オーディションに合格し、テレビアニメレッドガーデンで声優デビューを果たしました。ちなみに女子高生役を演じております。主な代表作、代表的な役は平穏、平沢優役、メダカボックス、黒髪メダカ役、クズの本会、稲川あかね役、心コネクト、水瀬いおり役などでを演じております。2009年に同事務所のことぶきみなこさん、高垣あやひさん、戸松はるかさんとユニットスフィアを結成し CD デビューを果たしております。バクマンや夜のヤッターマンなどのエンディングテーマでよく使われて歌っておりました。現在は充電期間として活動を休止しております。豊滝亜希さん、亜希さんの声の特徴は癒し系の高い声を出すことができます。皆さん、そんな豊滝亜希さんのご結婚をも末永くお幸せになることをお祈りください。それでは豊滝亜希さんの結婚動画をこの辺で終了したいと思います。